のために記憶を。そうだ、魔導兵器、お前は兵器だ。信用も信頼もない。あるのは壊れた時のための対策、それだけだ。私の記憶は偽り。偽りだというの？偽り。偽りも誠も道具として作られたお前に何の関係がある？お前はただの道具。世界を、人を長らえさせるための剣、世に害をなす悪鬼を葬るための刃。そのお前が何を確かめるというの？お前に己などない。あるのはただ敵を駆逐する、その血塗られた両手だけ。兵器であるお前には元より何もないのだ。思い出も過去も心も己というものさえ。己のないものがどうやって人を愛する？どうやって人になる？なれはしない。お前にその資格などない。何もない。愛する資格も何も。何？これは。急ぎもしていなかったから。自分の悲しみにとらわれて今まで気づかなかったのでしょう。あなたの内なる陰陽の均衡は大きく陰に傾いている。私がこうして出てきたのはそのせい。もうこの飛騨の山中の霊気でもあなたの消耗を止めることはできない。あなたはここで死ぬのよ。いや、あなたはここで死ぬべき人じゃない。何？やはりな。ずっと疑っていたけれど、あなたはすでに人とは言えないな。どういうこと？ユンがこごって形を成した神と人との中間。なんと言いました？魔力、木の方が分かりやすいかい？いずれにせよ、あなたはエネルギーが集まって物質化した存在だ。辛かったろ？肉を持つ生き物が他の生き物を食べるように、魔力でできた生き物は魔力供給を必要とする。
あなたがそこまで消耗したのは必要な魔力供給を受けていなかったからだ。魔力供給？もしかして。ねじれた城の事件で私は一度死んだけれど、あの死と飽食の精霊光太郎さんの式神が私と融合して、それで私はもう一度命を得た。式神は使役者の魔力を受けて力を振るい、その魔力によって己を保つ。もしかして私は。あなたの内在する力を考えれば、並大抵の魔力では到底足りないだろう。しかもどうやら特定の魔力以外では効率も悪そうだ。普通に魔力を吸収しても追いつかない。でもこの宝石の魔力なら別だ。この宝石の莫大な魔力ならば、君の器がいかに巨大だろうと、それを十分に満たすことができる。死を免れるばかりじゃない、全ての欲望を叶える力を得ることもできる。さあこの宝石を手に取るがいい。欲望を叶える。私に欲望などありません。それに元より命などいらない身です。私が死んでも何ら問題はない。光太郎が欲しくはないのか。何よ。好きなのだろう。あなたに何が。己に光太郎を愛する資格がないと心の闇が囁いたのか。所詮は魔導兵器と。そんなものは幻だよ。自分に自信を持てないあなた自身が生んだ己を責めるだけの声だ。そんなものに惑わされるのかい。あなたに何がわかる。私には何もない。記憶も心も己も、もうミブヤの巫女ですらない。そんな私に欲望など。光太郎が欲しいんだろう。何。記憶がなかろうと心がなかろうと、たとえ何もなくても光太郎がいれば十分じゃないのか。そうじゃないのかい。あなたは光太郎さん。光太郎を好きなのだろう。光太郎さん。会いたくはないのか。光太郎にそのそばにいたいとは思わないのか。会いたい。なら取れ、手を伸ばせ。ミュンヒハウゼン、本当にこっちか。はい、さようです。おや、これは。どうした。お急ぎください、ジャミングがかかりました。
セプテントリオンのものと思われます。なんだと？どうしてこんなところに？タカちゃん、ビューンがざわめいてるの。何か強い力がうごめいてる。ねえ、俺は先行する。大丈夫か？はい。まさかこんなことまで奴らの計画通りだったのか。じゃああの少年を巻き込んで彼女の罪悪感を引き出すこと自体が連中の目的だったわけか。さよちゃん、何をしている？行くぞ。ええ、分かっています。行くな。行けば連中の思うつぼだぞ。でも行かなくとも私の願いは叶わない。ならば私にはこれしかない。仕方ない。できるか。だが仕方ない。竜の壁。邪魔だ。私が欲しいのはあなたじゃない。私が欲しいのは ダメだ、行っちゃダメだ。ダメなんだ。彼女、奴らに持ってかれちまった。追わないと。そのままじゃダメ。せめて手当てをしないと。そんな暇はないんだ。早く追わないと取り返しがつかないことになる。ダメです。すまないね、取り乱した。私は分かりますけど、慌てるのは迷です。ちゃんと対策立てないと。なあ、分かってる。ちょっと昔を思い出して混乱してしまった。とりあえず頼むよ。はい。セプテントリオンはよほど周到に計画を練ってるみたいだ。急がないといけないね。ああ、これは手分けした方がいいかもしれない。
いずれにしても孝太郎お兄ちゃんに知らせないと。ああ、気は重いが、まずはそっちからだな。ちくしょう、全然手がかりが見つかりゃしねえ。やっぱり飛騨まで行くべきか。でも足取りがもっとはっきりしないとすれ違いになる可能性も高い。それに いくらなんでも今東京を離れるのはやばい気がする。おっさんはああ言ってくれたけど、この事態をほっぽり出すのはやっぱりできねえぜ。さよた、どこにいんだよ。誰だ。はい、もしもし、久我ですが。そっちは無事か、青年探偵。無事かって、何があったんだ。すまん、さよちゃんがさらわれた。なんだって、どういうことだ。高行さん、さよたんを追ってたのか。ああ、今飛騨にいるよ。しかし目の前で悪党どもにさらわれちまった。連中相当なりふり構わなくなってる。東京方面に移動したとミュンヒハウゼンがマーカーで確認した。そっちでも行方を追ってくれ。ちくしょう、なんてやつらだ。サヨタンを狙うなんてどういうつもりだ。俺を同じって気が済むな。そうしてくれていい。お前に殺されても文句言えないと思ってる。バカ言ってねえで、高行さんも帰ってきて手伝ってくれ。誰が悪いとか言ってる場合じゃないだろう。そうだな、くだらんことを言っちまったな。詫びは彼女を取り戻してからだ。俺とメイはマーカーの動きを追ってみる。わかった、こっちはこっちで調査する。じゃあな、無理はするなよ。高行さんにはああ言ったけど、これはやっぱり俺のせいだよな。俺がボンクラだから、サヨタンをこんなに追い込んで悪党につけ入る隙を作っちまった。チキショウ。大丈夫？こう、一体何があったの？サヨタンがさらわれたんだ。だから今日は長くいられないんだ。すまね。さらわれたってそれじゃ誘拐じゃない。はあ、俺のせいで。サヨタン、実家に帰っちまった話したよな。そこを悪党どもに狙われてさ。警察には届けたの？なあ、さっき親父にも頭下げてきたよ。俺が余計な事件に首突っ込むからだってこっぴどく怒鳴られた。親父の言う通りだ、俺のせいなんだ。それは違うと思うよ。好き子、元気を出して。連れ去られたんならきっと生きてる。コウが助けに来るの待ってるよ。でも俺が余計なことに首を突っ込んだから。だからサヨタンだってさらわれて。コウ、新任の時だってそうだ。兄貴は一方的に思い詰めて怪物になって、ああなるまで何も分かってなかった。城の中で出会うまで俺は何も分からなかったんだ。今度もそうだ。俺はいつも大事な時に分からないんだ。それは違うよ、こう。